はい、どうも皆さんこんにちは、ラオ先生です。さあ今回の動画は夏休みに関する動画です。どんな動画かというと、中1と中2の夏休みおすすめ勉強法というわけで、去年ですね、実は中学校1年生2年生とおすすめの勉強法の動画っていうのを上げさせていただいてるんですね。でも上がっちゃったもんなので、僕のおすすめは全部出し切ったんですよ。で、今年何しようかその時にインスタで中1と中2のみんなから勉強法が逆にわからないのを募集してもらって、それに対して深く答えてった方がみんなのためになるんじゃね、思ったんですね。なので今回はインスタグラムの方で中1と中2の夏休みどう勉強していけばいいかわからない人たちのために、何か塾の先生に聞きたいことってありますかっていう質問を投げさせていただきました。回答がもうとんでもない、10スクロールしても全然思いつかないぐらい来てくれまして、今回はその中から絞って、特に中学校1年生と2年生夏休みどんな勉強をしていけばいいのかというところについて深掘っていろいろお話ししていこうと思うので、一個ずつ質問解消していきましょう。高1です。家での勉強の持ちがなかなか上がりません。何か対策を教えてほしいです。なるほどね。これね、中1と中2の子にもよくあると思います。家でなかなか集中できないかといって勉強をしないわけにはいかないっていう感じだと思うんですけど、これね、僕の経験談からお話をすると、家で集中できないんだったら家では勉強しなくていいというのが結論かなと僕は思います。どういうことかっていうと、勉強ができる場所っていうのは家だけではないと思うんですよ。例えば、まあ何かちょっと作業が認められているカフェであったり、近くの公民館や図書館、塾に通っている人であれば塾に自習室というのがおそらくあるんじゃないのかと思います。そこで時間をきっちり自分で測って、家で勉強できないからその分外でやって、空気も入れ替えて心も入れ替えて勉強をするっていう人はかなりいます。例えば半分以上はそうじゃないのかな。なのでそれぐらいやっぱり家だとだらけちゃうんだよねっていう人いるんですよ。テレビもあるし、ゲームもあるし、 YouTube もあれば自分の携帯もあるわけだよね。お父さんお母さんに話しかける環境もあるわけです。それも一切排除してしっかり勉強していきたいなっていう子たちは、外で勉強をしてしっかり勉強できた分、家ではゆっくりするっていうメリハリをつけるのは僕は結構いいんじゃないのかなと思います。僕当時はマジで家では一切勉強してなくて、塾の自習室に本当にこもってたので、その方法はすごくいいかなと思いますね。夏休みどんな勉強したらいいですか？まあこれ聞きたいよなそうだよね。中学校1年生は英語と数学特化で僕はいいんじゃないのかなと思います。なぜならば、理科と社会で勉強したことっていうのはまだ学んで3ヶ月ぐらいなんです。なので理科と社会で学んできた勉強内容というのはまだまだ中学校1年生の後半になったら広がっていくし、まだまだ学んでることは少ないです。ただ英語と数学に関しては積み上げ式になるので、数学は算数ができなければ数学の計算はなかなかできない、英語はアルファベットが書けなければ単語が書けなければもちろんだけど文章を書くこともできないです。だからそこは自分にとって足りないものが一番見つかる場所が数学と英語だから、僕は数 A 全振りでいいんじゃないのかなと思います。一方で中2に関しては、今まで習ってきた理科と社会、それから数学と英語、まあこれを詰めていくっていうのが一番いいんじゃないのかなと思いますね。いつ頃から志望校を決めた方がいいですか？志望校の決める時期ね。中1中2はまだ1年以上、まあ入試までは時間があるから、まだ全然決まってない人は迷い続けていいと思います。ただ志望校が決まっている人の方がゴールが見えているので、それに向かう速度は速いです。それだけは覚えておいてください。だから早く決めておくことに越したことはない。まだ決まってない人たちは、この夏休み何かの資料を一冊読む、もしくはどこかの高校に一校行ってみる、どちらかを実践してみてください。まあもうなんとなく行きたい高校決まってるよっていう人は、実際に高校を見た方がモチベ本当に上がります。全然違うよ、実際に2年後に1年後に通う学校。だから本当にそれ一回見ておいて損はないと思うし、もしそれがまだ見つからなければ、何か資料とか高校の手引きみたいなのがあると思うから、それを見ることで自分の夢目標膨らむから、そうやってみるといいと思いますよ。自分に合った勉強法というのは今のうちから身につけておくべきですか？これね、めっちゃ来てましたよね。勉強法みたいなのって固めた方がいいのかなって話なんですけど、僕が現役の時は固まってないっす。今も固まってないんじゃないかって固まってないで、要はね、勉強ってスポーツと割と一緒で、サッカーとか野球も全員上達が早いとか一定のやり方とかって正直存在しないと思うんですよ。人には人のそれぞれの練習方法があって、それぞれの伸び方があると思うの。それって勉強でも全く一緒で、勉強法を一個に固める必要って全然僕はないと思います。ただ自分にとって合った勉強法、自分にとって合わない勉強法っていうのがそれぞれあると思う。それは少なからずみんなもう持ってると思います。例えば英単語を覚えようってなった時に、読んで読んで10回読んだら覚えられる。これ覚えられますか？
余裕っしょみたいな人もいれば全然覚えられないっていう人もいると思う。一方で10回書いたら覚えられますか、覚えられないって人もいれば覚えられるって人もいる。そこはそれぞれの勉強法に合わせてでいいから、自分が一番あやりやすいなって思うもので攻めてればいいと思います。でそれで結果が伴わなかった時にもう一回考えてあげればいい。要はまずはがむしゃらになれっていうところですね。チュニです。偏差値50の人は夏休み何時間勉強が妥当ですか、動画で紹介してもらえると嬉しいです。なるほど、偏差値今50だと。で70に行きたい、そこ書いてない、違い書いてないとか、そっか、じゃあ70に行きたいと鑑定しよう。まあ、要はね、これってどこを目指すのかによって今偏差値50の子たちでも勉強時間って変わってくると思います。例えば今偏差値50です。55を目指します。まあ1日2時間分の勉強をしっかりやれば余裕です。これ60ぐらいまではいくと思います。一方で偏差値70を目指してます、今50です。これは多分2時間じゃ足りないです。1教科あたり1時間分の勉強合わせて1日5時間の時間は必ず取ってあげるっていうのが70いくためにはすごく大切だから、自分がどこの高校に行きたいのかなっていうある程度でいいから目標を定めて必要な偏差値を見てみて、それに合わせて上げれ上げれば全然いいんじゃないのかなと思いますね。頑張って。2学期までに1学期の復習しといた方がいいですか。中1はあまり必要なし、中2はしておいた方がいい。これが結論です。中1はさっきも言ったように理科と社会はそこまで習ってるのも多くないです。ただ英語と数学はまあ一定政府の数文字式って数学は習ってきたと思うし、英語は can B 動詞一般動詞習ってきたと思うんだよね。そこは核になった状態で後期の学習に進んでいくから A 数はやっといた方がいいけど、2社までそこまで根詰めて全教科復習に徹する必要があるかっていうと全然ないし、分かってるんだったらどんどん先に進めばいいと思う。ただ中2はね、これ復習しといた方がいいです。なぜならば中学校2年生の夏以降部活動に入ってる人は主要メンバーになります。これから夏が終わってきてどんどんいろいろ行事が目白押しになっていきます。だから中学校2年生は後期そんなに時間ないんだよね。しかも後期の成績ってめちゃくちゃ高校受験関係あるんだよね。だからそこはね、一定復習をして時事からを固めておくみたいなのは一定大事かなと思うから、それでやってみるといいと思います。提出物のワークは少しでも進めた方がいいですか。夏休みの宿題いつやるか問題だよね。始末までに終わらせろ。あ、これが先生としての意見。自分が実際にやるならば、学校の宿題いつまでにやるかっていうよりも終わる未来を作ることを優先するかな。あ、なるほどな。そう、だから例えばだよ、学校のワークで数学のワーク30ページ出ました、30ページ1日で終わりますから多分終わんねえじゃん。2日3日ぐらいかかるよね。だからまず7月の末までに1日あれば終わる状態までは持ってっとく。これ英語もそうだし自由研究とかもそう。だからこう行って活動しなきゃいけないとか時間がかかるものはちょっとやっといた方がいい、それはさすがに。でも1日で終わるものがあるんだとしたら、それがこう結構多いんだとしたら、僕はその課題を余裕にこなせるようになるために復習をする期間、それが夏休みだと思うから、夏休みで力を蓄え伸ばして最後1日で詰めます。宿題と部活と自分が頑張りたい目標の1日と夏休み全体の予定の立て方を教えてほしい。なるほど、バランスの話か。そうだね、中1中2は部活動あるもんね。部活動を頑張りたい子のおすすめ、部活対勉強対趣味それ以外って考えた時に7:2:1、これかな。部活動はあまり入らなくていいんだけど、まあ、勉強頑張っていきたいなっていう子たち3:5:2、部活なんか入ってないっす、それなりに遊んでそれなりにやっていきたいっす、0:3:7、これぐらいがいいかなと思います。要は勉強中心の生活を送るというのは中学校3年生でやるんですよ。もし気になったらこの前後の動画見てみてください。中3の夏休みの動画を見てみたら、やば死ぬってなるんで。だからそこは勉強中心にしなくていいから、私生活も充実させてねっていうのが中1中に共通して言うことなんだけど、ただ自分が足りないことは補っておいた方がいいと思います。例えばまあなかなか文字式できないんだよね、絶対文字式やっておいた方がいいよね。なかなか英語の英単語覚えられないんだよね、絶対この時間がある時に覚えといた方がいいよね。だからそれやっといた方がいいよねってことはやっといた方がいいです。ただそれ以外、じゃあもうもっともっと高みを目指すためにやる必要があるんですか、やりたい人がやればいいと思います。夏期講習のワークと学校の課題の両立の仕方。塾の課題と学校の課題か、言いづらいな。結論、学校の課題も塾の課題も提出期限に間に合ってれば全てよし、これです。つまり学校の課題というのは夏休み後提出があるはず、その提出期限に間に合ってれば何でもいいと思います。塾の宿題、これも何日までにやってきてね、この提出期限をしっかり守ってさえいれば全然いいと思います。それはいつやってもいいと思う。ただね、期限が細かいのが塾だと思うんですよ。
どっと押し寄せてくるのが学校だと思うんですよ。で、優先すべきなのは夏の前半は僕は塾だと思います。塾の学校のワークをひたすらしっかりやって完成度を高めていく。ただお盆終了明けあたりから学校の課題を絶対に意識し始めると思うんだ。だからそうなった時に学校と塾がガツッとしっかり逆転する時があると思います。その時に学校の宿題をちゃちゃっと終わらせてください。ちゃちゃっと終わらなくても終わらせてください。どんなに大変でも。で、その学校の宿題をパッと終わらせられるとあと塾に全力投球できます。だから早めにとにかく学校の宿題を優先してやった方がいいかって全然そんなことはないし、バランスのお話になるんだけど、7月の下旬から8月の上旬は塾優先、8月の中旬のお盆の時期に学校をしっかり終わらせる、8月の下旬になったら塾で一本勝負でいく、まあ、これが理想かなと思います。頑張って。はい、というわけで、中学校1年生2年生の、まあ、から来た質問の中で、まあ、特に多かったものをね、あの厳選してお届けさせていただきました。夏の勉強って言った時に学校の宿題が入ったりね、部活動が中心メンバーになったり、いろいろこう自分の環境変わることがあると思うから、その環境と自分に今必要なもののバランスを考えながらねやってもらえたらいいと思います。というわけで今回はこれで終わりにしましょう。それではバイバイ。